日本で厳しい声も MLB が高評価するこの選手。巨人岡本、ヤクルト村上並みに成長する強打者は誰？日本では好不調の波が大きいですが、順調に成長し日本一に貢献したこの選手。守備を鍛えることで下半身が安定し、自慢の長打力がさらに伸びるとメジャーから評価されている選手がいます。その名前は佐藤輝明。今回の動画では佐藤はどういった進化を遂げているのか、どのような評価をされているのかについて検証していきます。佐藤は2020年ドラフトで4球団から1位指名を受け、抽選の結果地元の阪神へ入団。オープン戦で12球団最多の6本塁打を記録し、開幕を1軍で迎えました。1年目の佐藤は衝撃のデビューでした。前半でホームランを量産し、8月17日には新人左打者の最多本塁打記録を更新しています。8月19日には球団新人の最多本塁打記録も更新。しかしその後極度の不調に陥り、59打席連続ノーヒットという不名誉な記録を残しています。最終的にはチームトップの24本塁打を放ったものの、三振数は球団史上最多となる173を残すなど、大きな課題が見受けられるシーズンとなりました。2年目は本塁打数こそ24から20に減ったものの、打率は2割3分8厘から2割6分4厘に上がり、打点も64から84へ。課題だった三振数も173から137に減り、打撃面で大きく改善しました。1軍の全試合に出場しており、体力も向上したと思われます。ただ1年目の前半の衝撃と比べると、この成績では物足りないと感じるファンも多かったようです。3年目の2023年シーズンは序盤に打撃不振に陥り、スタメンから外される試合もありましたが、5月14日の DeNA 戦で自身初の1試合7打点を記録するなど存在感を示しました。しかしその後調子が上がらず、2軍降格を経験。2軍で活躍して再び1軍へ上がると、例年苦戦する夏場から調子を上げていきました。9月には入団から3年間での通算本塁打を62本とし、球団記録を更新。そしてホームランを20本にも乗せ、史上初となる左打者の入団から3年連続20本塁打を達成しました。また10月には90打点を記録し、生え抜きとしては鳥谷敬以来のシーズン90打点以上を達成。最終的に9月10月は月間打率3割5分6厘、9本塁打、29打点の成績で阪神の優勝に大きく貢献し、月間 MVP も獲得しています。試合数が少ないにもかかわらず、ホームランと打点を2022年から伸ばしており、成長を感じさせるシーズンとなりました。とはいえ、スケールが大きすぎるがゆえに、ファンからの期待に完全には応えきれていません。2023シーズン後半のような活躍を1年間続けることができれば、ファンも納得する選手になることでしょう。好不調の波は最大の課題、その原因とは。昨季は絶好調だった9、10月に対し、6、7月は月間打率1割台と苦しみました。調子の振れ幅を少なくすることは、プロ入り後から掲げる最大の課題と言ってもいいでしょう。12月のインタビューで佐藤本人も、調子の波を少なくすることは一番の課題と語っています。体の使い方的にしっかり股関節使えていないとか、何箇所かありましたと原因に目星をつけており、シーズン中の感覚を思い出しても、そういうことなんだなと思うことはありました、続けてやっていくつもりですと、調子の波を安定させるべく取り組んでいます。佐藤の打撃の最近の取り組み。昨年12月、アメリカのトレーニング施設、ドライブライン・ベースボールで佐藤はトレーニングを行っていたことをご存知でしょうか。ハワイでの優勝旅行を1日早く切り上げ、動作解析を中心とするこの最新施設で、5日間のトレーニングメニューをこなしました。施設の関係者は、
最初に体の動き、関節の動きをデジタル化するモーションキャプチャーを使って動作解析をしたのですが、下半身の使い方に課題がありました。軸足から踏み出す足への体重移動が早すぎたりと一定ではなく、それが上半身のブレ、ひいてはスイング軌道のブレにつながっていましたと、佐藤の打撃フォームについて語っています。関係者は本人も自覚されていたようですがとした上で、上半身とうまく連動もできていなかったので、せっかくのパワーが打球に伝えられていなかったと指摘しています。わかりやすく言い換えると手打ちということです。春キャンプの佐藤はこの動作解析を参考に、股関節を意識し、重心を少し低く下げた新フォームに着手していました。体全体を使って打つイメージとドライブラインで学んだ練習法を反復。関係者によると、佐藤の体の個々の強さのデータは申し分ないとのこと。下半身がうまく使えていない中でも3年連続で20本塁打をマークした佐藤なら、課題の改善次第で伸びしろは無限大ですね。今季守備力が飛躍する予感。岡田監督も守備の大切さを強調。佐藤の大きな課題の一つとして守備が挙げられます。昨季からサードに固定され、失策数はリーグワースト2位の20個。チーム失策数が85個なので、その4分の1近くを佐藤が占めています。守備力の向上は佐藤にとってオフの最重要課題でした。馬場内野守備走塁コーチは沖縄キャンプで、佐藤には強制的に守備練習をメニューに組み込みました。佐藤の特殊は通常とは少し異なります。ノックは正面や少し横のゴロばかりで、大きく左右に振られることはなく、基本の姿勢を体に覚え込ませるように簡単なゴロの補給を繰り返しました。馬場コーチは、今の彼には千本ノックより基本的なことが大事、素人だと思って教えているし、本人にも素人なんだからと言っているのでと意図を説明しました。この地味な特殊の成果について馬場コーチは、少しずつ良くなっている、足が出るようになった、頑張ろうという意識は見えると技術とともに守備の取り組み方への変化も感じ取っています。また守備力向上は打撃面でも好影響をもたらしているようで、佐藤自身が守備で余裕ができてきたら、気持ちの面で打撃にいい影響があるかもと話していました。岡田監督も佐藤の守備面の成長について、守備はようなったよ、早急とかな、なんで良くなったかっていうと、足の運びやな、ちゃんとステップが踏めるもんな、取ってからの足運びが良くなったからなとコメント。そしてバッティングにもプラスになったと思うよ、あの特殊でな、やっぱり下半身強くなるからな、足回りは絶対打つ方にプラスになってると思うよと、特殊の効果を感じ取っていたようです。守備も打撃も大きく成長した佐藤に大いに期待しましょう。キャンプで仕上がった佐藤は打撃力が大幅に強化。春のキャンプ第3クール1日目のランチ特打では、バックスクリーン直撃の推定140メートル弾を放つなど、82スイング中5連発を含む23本の柵越えを見せていました。その中にありえない軌道を描いたスタンドインがあり、ネットを騒がせました。実戦に入ると佐藤は打率5割をキープしたまま終了。紅白戦練習試合を含む2024春の実戦は18打数9安打、2本塁打、4打点で打率5割。オープン戦初戦となった23日の巨人戦では右中間へ特大の一発を放った豪快さも示し、実戦8試合のうち7試合で安打を記録した確率の高さも見せつけています。今年の佐藤は例年以上に安定感があるように見え、調子の波を克服しつつあるように感じます。実戦終了後、まだまだやることがあると思うので、戻ってからまたしっかり頑張りますと、沖縄での成長が垣間見えました。メジャーから注目されている佐藤。
侍ジャパンが WBC で優勝を飾ったこともあり、メジャーから日本人選手への熱視線が注がれています。岡本和真、村上宗隆は当然注目の対象になっていますが、佐藤も名前が挙がっているのをご存知でしょうか。メジャー選手の代理人は、一番気になるのは阪神の佐藤輝明。実際にメジャーの複数球団のスカウトが興味を示しています。彼の長打力はずば抜けている。ホームランアーティストとしての才能は岡本、村上に匹敵する逸材です。昨年後半からコンタクト能力が上がってきたし、あのスケールの大きさは魅力です。シーズンを通して好不調の波を少なくすれば成績が一気に上がるでしょうとコメントしています。来年以降の活躍次第ではメジャー移籍も十分視野に入りそうですね。他の選手との比較。元阪神の藤田平氏は佐藤のバッティングについて聞かれると、いろいろ直さなあかんところあるよねと言いつつ、あれだけ大きな体をしててあれだけ上体浮いていたらと付け加え、重心の高さを問題視していました。男性は重心がへそにある、だから下ろさないといけない、そういう意味で岡本とか村上は合っている、グッと落としてるよねと比較していました。ただこれに関しては今年の佐藤はキャンプやオープン戦を見ても克服しつつあります。重心を低くしようという意思が強く感じられ、本人がこの課題を一番自覚していると思われます。また阪神 OB の掛布雅之氏は、佐藤と岡本の違いは守備力だと指摘していました。岡本、佐藤、村上の中だと岡本の守備は一番素晴らしい。キャンプでも守備に対する意識がすごく高いのを感じた。守れるサードというのを目指しているのだと思う。守る、打つのバランスを考えれば岡本がナンバーワンですね。佐藤には守備の中でもライバル意識を持って戦ってもらいたいと話していました。岡本はもともと三塁手でしたが、 WBC のためにレフトの練習をしてレフトを守れるようになりました。 WBC の当初はサードは村上宗隆が最有力、ファーストも山川穂高が最有力で、岡本が出るには外野を守れる必要があったのです。岡本の献身性をメジャースカウトが大いに評価していました。村上ももともとは捕手、サードの守備練習をしてだんだん上手くなっている印象です。現在のプロ野球はチーム事情から複数ポジションを守れること、自己犠牲の精神が評価の一つになってきています。自己犠牲の精神といえば、3月3日札幌ドームでの日本ハムとのオープン戦、ノーアウト2、3塁で近本は初球に外角高めのストレートを強引に引っ張り、1、2塁間へゴロを放ち、3塁走者が生還、先制点をもぎ取りました。近本は状況判断から右方向へ引っ張るテーマを持って臨んだ打席と見られました。先制の1点を奪う一打に新庄監督は、近本君は最低でもセカンドゴロで1点を取りに行った、見習わないといけないと賛辞。岡田監督もキャンプ中に後期で三振した若手選手に対し、若いやつはヒットを打つのがアピールと勘違いしてるんよな、違うんよ、チームの勝利をアピールしたらええんやからと語り、この日本ハム戦前にも、チームが勝つためにクリーンアップでも犠牲になる、そういう打ち方をしないといけない、そういうチームが最終的に勝つ強いチームなんやろうなと語っていました。二人の監督が語るように自己犠牲の精神は大切です。さらに松井秀喜氏は、ストライクだと何でも打ちに行ってしまう、落ちるボールも高めのボールもストライクだととりあえず振っちゃう、ボールの見極めですね、あとスイングの軌道、高い位置の構えだけどスイングが下から出てくると指摘。2シーズン前にも松井氏は佐藤の打撃について、ホームラン打者はフォアボールが増えないと打率が上がらない、慣れも必要でしょうが考え方アプローチも大切、今の打ち方だったら何回やっても打てない、投手一人一人に対する対策が必要と語っていたことがありました。佐藤の昨年のホームランは24本、
課題を克服できたら40ホーマーは打てるでしょうね。またオープン戦の佐藤の打撃フォームが少し大谷翔平に寄ってきていることはご存知でしょうか。これは先ほど述べたドライブラインが強く関係していると思われます。大谷も2020年にドライブラインの門を叩き、21年以降の飛躍につなげています。構えの力感が少なくなり、大谷ほどではありませんが、股関節の使い方も安定しつつあるのが今年の佐藤のフォームです。大谷は股関節の使い方が素晴らしいので、佐藤もそこも再現できれば間違いなく覚醒することでしょう。今季はさらなる進化を遂げた佐藤輝明に期待ですね。佐藤の課題と進化ぶりを検証してきましたが、いかがでしたでしょうか。大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚たちスラッガーが MLB に挑戦して大型契約をつかんでいます。佐藤も課題を克服し、一定の成績を収めた暁にはメジャースカウトからの評価もさらに上がり、ポスティング移籍するかもしれませんね。ご意見やご感想がありましたらコメント欄で教えていただきたいです。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。